焦り、でもあそこボタン押さない方が良かったかもな。来る。マシュマロやるか。うわ。おいいですか。鉱山にKさんいます、はい、おいる。降りるときに名前見ました。すげえ。広いんじゃない、視界広いんじゃん。視界広いでしょ絶対。降りるときに、え、降りるとき、今登るときに誰もいなくて、登るとき、うん、でちょっと試してみて。他の情報はあるんですか。なんもないよ、今試しただけ。あー、ダメだなこれ。降りるときは人外の方が視界広いっちゃ広いんだよね。もうね、羊飼い系の文字を見えたよ。高田さんもいたんですよね。しかも俺はずっといた。あ、高田さんは分かんなかった。まあ、じゃあ、一人でね、マジクルっぽいさはあるよね。逆にクルっぽい。本質上。触って、触って、触る。エッグゲッツ。上部エンジンエコー中央。ああ。閉じ込められた、メイヤさん。おお。リアクターに一人いるやろこれ。皆さん閉じ込められてたのこれ。はい。え？あ違う。一緒に扉開けたよ。一緒に開けた。皆さん、あごめん。外から入ってる。うん。俺はサントスさんが開けるのを見てました。あ、そういうことね。はい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 。理解。中で一人ぼっちで震えてたのかと思った。任せるパターン、ね。さっさっさ。さっさっさっさ連打しよう。これまずそうよね。最後のが一番まずそう。逆らない。誰か旗。富士。旗高富士。え？何これ。高田さん、あーアルマポ、ね、高田さんじゃない誰かが、スプラッシュゾーンの弁当に入ってきました、うん、変身しながら、うん、おお、じゃあアルマだと思いますよ。ああ、え、なんで高田さん以外になるんですかそれ。いや、変身終わった後に高田さんが焚き火してるのを確認したんですよ。だから元に戻った高田さんを見たから、高田さんはベンチに入ってないっていうのを確認してボタンを押しました。あと藤宮はスプラッシュかカフェあたりにいる。へえ、高田さん最後までやってるの見てますよ。何を。あのマシュマロマジックっていうのは多分終わんなかったんだろうなと思ってました。もうちょうど終わんなかった。他ね、畑迫とキッチンですれ違う、高田さんとすれ違う、でその瞬間にあの幻覚サボが入る、でカフェドロップシップで終わり。藤宮、うん、どこ行った？藤宮が死んで藤宮。あ、藤宮死んだのか。藤宮は俺ドロップシップ脇でどっか行ってんだよな。いや、スプラッシュから右から左に行ってんの見てる。ちなみに。僕はね最後宿舎でゲームタスク終わったところで。あ、てかね、高原太鼓でいいよ、俺アルマだと思ってるから。え、ちょっと待って、え、僕をインポスターと思ってるってこと。あ、まあどっちでも人外だと思ってるか分かんない。まあ太鼓でいいと思ってる。まあそれぐらい人外だと思ってる。何の太鼓すか、ちなみに。藤宮がその辺にいるし、イベントに入って、三刀さん人外とかも何も追わずに僕と太鼓の状態大丈夫ですか。追わない。三刀さんもスプラッシュの近くにいるのに。うん、藤宮をスプラッシュで見てるのに。うん、え、なぜ。私はスプラッシュだって弁当の、うんうん、いやそう、弁当の主張を速攻するのが別に人外っぽくないと思ってるから。スプラッシュの弁当よ。でもカフェドロップシップは全く見てない。いや見てる見てる、なんか左で見てるよ一回で。スプラッシュかキッチンカーで見てるけど、高田さんの情報とほぼニアリーだから言わなかった。なるほど、うん、ほぼ、まあ、できる人他にも一応洗っといてもいいんじゃないですか。そうそう、
梅源が無理かな。多分ずっと右の方だよ、ね。まあ、あ、まあいいや、ごめん。僕釣って道連れ発生しないから次絶対高田さん釣ってください。はい。シェリフ K シェリフです。キノコのサボ直後が30秒明け。はい。アルバ君尊敬します。絶対ロアしてくださいね、K さん。今心はちょっと揺らがない。え、決め打ちってこと？どうしよう、なんかあんまり見えない。僕スナパイさんが魚焼いてるのも見てます。それ何の関係がある？ペイペイの魚焼き何か関係ある？パン、はいはい。あ、ケイさん。あら、あら、マットが。シェリフが。とか。ええー、やさ、ちょっと。違いますよ。マットだった場合でも、藤見はとりあえず絶対左だ。左。それは私も同じ。ノルマさんもっとか。梅源ブリが右側。うん。梅源ブリが。高田さん来るっぽい。サントさんもまあ来るっぽい。じゃあ、す。スナパイさんか僕か。麺屋さんが。これは、保管、あ、富士宮でドロップシップで開いて、保管庫の、宿舎でゲームタスクをやって終わった瞬間にボタン。それは三藤さん見てたりしないですか？いや、見てない。見てない。うん、見てないと思う。だいぶ最初の方に入ってるけど、もう20個、20個終わってるから。あたさこは高田さんをどこから見てるんだっけ？なんか見てるよ。いや、もう。マシュマロ焼いてる高田さん見てます。どっち方向か、ね、どっち方向か。キッチンからです。懸念としてサントスさんは入らなくて大丈夫？弾いて。だって弁当の主張ってなって思っちゃうけど、あの段階で。まあ、でも私、いい、あ、いいよ。うん、俺、温室脇で、そのターンね、原子炉の横のから出てくる K さんとすれ違って上上がって通信室で、キノコ入って通信室からジップライン降りて終わるんだけど、怪しい。ん？ジップラインは、だったら右側の人って死人ないですか？いや、だから俺も見てないな。俺も原子炉の上げ上げタスクと原子炉の中のタスクやってるけど合ってない、うん。ジップラインだったら絶対俺見る。ジップライン、スナパイさん、すいません。鉱山とか展望台のホームには来てないですか？はい、私ずっとそっち行ってないです、行ってないです。いや、俺が最後通信の方に上がってってるから、俺が絶対すれ違うと思う。ね、通信室の扉状況言えるよ、下だけ閉まってるはず。いや、まあ、開けたのは開けたと、左側は開けてるけど、原始点は展望鉱山しか私が行き来してないんで、まあ見えなくても不思議じゃないぐらいです。本当かは分かる。いや、俺太鼓でいいかな。僕が展望、原子炉、原子炉の階段上なんで、僕は温室脇最速原子炉の右の階段から上上がる上上がる上上がる通信室、左だけ空いてる通信室の中で助けやるキノコクルー。いや、ジップラインやったら太鼓でいいです。マジ、何があっても展望行くんで。はい、上は任せました。アルマのスナパイさん魚焼いてるの何だったの？アイブリさん、ん？またさこ、ブリハタ、お、なんと、ゲンさんだ。ゲンさん、ゲンさん、ゲン、絶対ゲンさん。畑迫が展望台にいるのを置いて、俺は通信室の扉も開け、俺が入力をし、終わって下に行って、ゲン梅の2人を
直すところに置いて出てボタン速攻ボタンで死んでるから絶対にゲンさんです。名屋さんと梅健さんと私が、通信室の、パスワード入力のところにいて、おそらく梅健さんが入力されてたんだと思いますね。小見様が直った瞬間にこれなので、まあでもロラで間に合うよ。多分二陣が落ちた想定でいいですよね、多分全体。いや俺はスナーパイで落ちてない想定も考えてるけど。あ、ほんと、可能性全然あると思う。スナーパイさんで落ちてない場合ってどうなんだ。俺はハイブリさんでしょ。でタスクしてる間にジップラインをしてる。私はスナーパイさん知らんと思ってるんで、ハイブリさんまで釣り切りたい派です。昨日スキップに入れてます。僕あのアッパーと展望のところで今日はゲンさんと一緒に会えたんですけど、僕は展望に行って通信ですぐ直してくれてないからゲンさん陣外でいいです。僕はいや私はリアクターの方に待機してました最初。リアクター、その後、うん、リアクターが鳴る可能性もあると思って最初下に降りて、その後上に登ってます。にしても遅すぎると思うけど、うん、俺目線は確実にこのキルって原産以外に関われないレベルのキルなんですよ、うんうん、それは名屋さん以外関われないです。これ完全対抗でいいんだけど、とりあえず今日ハイブリさんでよくないですか、どの道。ハイブリ釣るのはないかな、別にハイブリがクルーでも。スナッパイハイブリ絶対長期じゃないですか。俺目線でゲンさんを釣って終わらなかった場合が、対抗出してるハイブリさんになりそうぐらい。まあ目安は目線でも今回のキル、マジで関われないからハイブリさんとか剣士とかサントスさんも多分無理やと思うし、でもアルマってマットでハイブリさんとスナパイさんが対抗していて、うん、俺目線このキルが絶対ゲンさんだからゲンさんを釣ってもし終わらなかったらの話です。いやー砂灰はな、正直俺はクルー同士のやり取りだろうなと思いながらスキップ入れちゃったからな。じゃあとりあえずゲンさんって私は入れたいけど。あ、いいよ、私釣ったんだったら名屋様が絶対落としてくださいよ。まあまあその前提って、まあ砂灰で落ちてる、砂灰クルークルーだった場合は、うん、私は砂灰さんクルーだと思ってるんで、は畑迫がラストウルフっぽい。高田さんほぼクルーだよ。ん、高田さん死んでるラストウルフ終わらなかったら畑迫さん、あ、畑迫はラストウルフになる。高田さん名畑じゃない、その場合名畑か、うん、名畑じゃない、名畑か、小見さんの方行きます。砂ぶりしろしろは私も、私は追ってないです。あ、じゃあもう一回行きます。もちろんいいのかな、キル通せばいいのにと思っちゃったけど、でもサボ体験した方がいいよなこれ。ボタンは押してる。タスクしながら待機。ナイスナイスナイス。いいです。はい。ナイス。ああ。じゃあ、まあ、俺視点スナパイさんで落ちてる可能性もあるから、その場合って普通にゲンさんが来るの可能性もあるんだよね。でその場合メイヤーと対抗してるからメイヤーじゃない？うん、そうだね。で終わりそう。さっきの梅健さんキルは原名屋でも対抗は確実に終わっていて、うんうんうん、で僕目線で終わんないから、からスナパイさんと対抗してるハイブリ。スナパイが来る。そう、うん。その場合の、その場合のキルなんだよね。まあてかスナパイが俺は人外だと全く思ってないから、うん、そもそもね。スナハイクルクルーめんどくさいな。よくわかんないんですけど、初手キルっていうのがゲンハイブリってどっちも右みたいな感じなんですか。そう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 、梅剣ゲンハイブリで右で湧いてる、うん、それで白取り合ってるんですか。っていうか左側に行けないから、ゲンブリ梅剣で白を捨てた、うん、え、俺目線なんかめちゃくちゃ変で、だってそれこそスナパイさんがクルーになった場合でジップラインで、いやスナパイさんクルー核なんですよ、クルー核です僕目線、うん、だから迷惑にしての話で、保管庫に誰かいるでしょ下に、あの時誰かいたはずやねん、保管庫にいるって言ってたから藤宮君かな。いやそれがスナパイさんが降りて最後スナパイさんだよ。でサントス高田がお互いに白を取り合ってるから絶対無理で、まあ、サボ直せるんだったら多分来る、この場面の最前提って俺釣りからハイブリさんまで釣りだと思うね。俺釣りで終わんないからそしたらハイブリさん釣りなんだけど、その場合ってスナパイさん来るで現名屋のどちらかで、いやだから梅健さんが剣士サントスは追ってないから基本畑鎖国になるんか。じゃあ梅健さんもまず死にミスでゲンハイブリのあれじゃないですか、あの、ね、手繋いでる感じじゃないですか。梅健の死にミス追わないんだったら名屋さんになりますけど、いやだからこの場面であれ安定は俺釣りでサボ直してボタンのハイブリさん釣りだと思うけど、まあ、ボタン押せるか、まあ、ハイブリ釣るかどうかはもう一回議論だと思うの多分。
はボタンない。旗振りから選択みたいな。だから砂振りのやり取りがクルークルーのミスのパターン。サントスってなんで白出てんだっけ？いや私は、いや、だから多分私と高さんのやり取りで白だからもうそこを疑ったらしょうがないって言われる。以上、俺、ケンシにサントスさんは懸念しなくていいかって言ったときに、その弁当のことを言わなくていいからっていうのが言ったから、それで納得はしてる。あもう白置きするしかないっていうあれです。まあそういうこと、うん、もう私も高田さん白置きもしていいと思ってるんで、そこは割り切ってます。どっちかというとね、聞いてる方としては、議論的に白いのは剣士でって感じなのよね。ハンターブリ。ボタンないんだよな、終わんないよね。なんか終わんない気したんだよな。ゲンさん、どうだと思うんだよな。私が遅れていった方がいいよな、多分これ。ボタン押してくれ。あ？ほう。ボタンないの？ボタンないの？ボタン誰もないの？タスクやるしかない。タスクやるしかないのか？あ？下の方だよ。あーこいたん、あじゃあエブリさんだね。これはどないしたかったんやむずい。ボタンハイブリか、スナパイ、そういうことか。スナパイさん、クルーさん、ハイブリさん、ハイブリジンだ。いやーマジで惜しい、惜しい、惜しい。え、初手キルどうなってんすよ、これ。ボタンないの熱かったな。それはね、ハイブリゲン、ウメケンは本当に右脇なのよ、これ。うん、ハイブリさんが大移動で切ってます。俺がジップライン、速攻上上がってジップラインで降りて、うん、ぐるーっとカフェの方からぐるーっと回って、すごいね。裏から、うん、スプラッシュ。すごいね。てか、上回りでギリギリの死人をかいくぐってきたんだ。すごいな。すごいね。ちょうどね、多分あの剣士と俺すれ違ってんけど、その時にゲンさんがあの変身タスク、変身サーブ入れてくれたから、うんうん、多分。俺じゃなくてアルマくんやと思ったんやと思う、それ、うんうん、ああなるほ なるほど。アルマは単純にでもスプラッシュから左に行くの見てるよ、キッチンから。そうキッチンから出て一緒に出てた。だから多分俺剣士とすれ違ってんねんけど、多分じゃあ視界外やったかな、もしかしたら。ああそうなんだ。俺変身する前に多分高田さんと会っちゃってるから。あそっか、うん、そうそう、全然無理やと。いやでもどうしたらよかったの、あれセルフで畑迫くんっていうしかなかった。いやセルフだったら無理やな。いやサントスさんだけ上行ってたから、うん、サントスさんを左側でキルでキルして右でサボ鳴らせばワンチャンありましたね。ミーティングでサントスが死んでたら多分負けてたかもしれない。確かに、うん、いやあサントスさんがこうへんくって剣士が他のとこにいるがベストやったんやけど。そうね、よしじゃあ行きますかね。